大光前寺は、佐賀県宮城郡紀山町大和園部に所在する、天台宗の寺院である、別格本山。三号は、小松山。辞殿によれば、聖武天皇の直願により、行基により創建された。平安時代に、縁人により、中興されたとの伝承がある。今六年間の陛下によって同等は消失したが、天文11年に統治を了した。 築区をおもんみもんが本堂を再建、江戸時代に入り、木山が千島半領となると、領主の創始により、道具の整備がなされ、治療を喫信した。本尊は、京都の作と伝えられる十一面間世音菩薩。秘仏となっており、十二年に一度の馬年にのみ、回避される。直近では2014年の春に回避された。九州三十三間、